マニカは、MIC と名古屋交通開発機構が発行し、名古屋鉄道、名鉄バス、名古屋市交通局、名古屋臨海高速鉄道、名古屋ガイドウェーバス、豊橋鉄道、愛知高速交通が発売する、サイバネ企画の IC カード乗車券である。MIC と名古屋交通開発機構の両社が、商標券を所有している。なお、前者ではアルファベットで、マニカ、 校舎及び名古屋市では、カタカナで、マナカと表記しており、相互利用している他の交通事業者でも表記が分かれているが、本記事では原則として、マニカに統一する。名古屋鉄道の駅に設置されているチャージ機様々な種類の券売機左と中央が、マニカ対応マニカ専用改札口。青い LED 画面には、IC と表記されている。 名古屋市営地下鉄鶴舞線鶴舞駅にて、ソニーの非接触型 IC カードフェリカの技術を用いた乗車カードで2011年2月11日にサービスを開始した。同日には記念の特別仕様のマニカが各社局の主要駅で合計2万枚限定で販売され、日本時間午前7時の発売開始後、午前中までに全取扱駅で完売した。 2018年9月時点の累計発行枚数は約621万枚。名鉄の子会社である株式会社 MIC と名古屋市の出資する第三セクターである名古屋交通開発機構株式会社が発行する。MIC 発行のものは名鉄系の各社で名古屋交通開発機構が発行したものは名古屋市が関与する各社局で発売されている。 実質的には、中京圏の直式、ストアードフェアカードの共通利用システムである、トランパスの IC 化であるが、SF パノラマカード、ユリカ、青波カードと各社が、別々の名称、仕様で発行していた、トランパスと異なり、カードの呼び方、圏面のデザインは、MIC 版と名古屋交通開発機構で同一で、あるが、2020年現在発行されているものは、 MIC 版は右下に、ミュースターの文字が入った黄色の星のマークが、名古屋交通開発機構版は右下に、DO の文字が追加されており容易に区別できる。また、一部のサービス等で、一方のものでしか扱っていないものがある。名称は、日本の真ん中にある、中京圏の公共交通機関が協力したことなどから来ており、日本の真ん中をつなぎ、 暮らしの真ん中をつなぐ IC カードをコンセプトとしている。なお、黄色くて丸いキャラクターが制定されており、懸命にも描かれているが、名前は付けられていない。日本の IC カード乗車券としては初めて、交通機関の利用金額や、利用回数などに応じて、ポイントが付与される、マイレージポイントを採用したほか、電子マネーとしては、 MIC 発行版では加盟店での利用額に応じて付与される電子マネーポイント、ミュースターポイントサービスを導入している。カード裏面右下に記載されている番号は TP で始まる。使用方法以下の種類が発売されている。突起なき限り、加盟事業者のうち鉄道駅にある自動券売機、窓口、定期券売り場やバスの営業所、案内所などで購入できる。 豊橋鉄道厚見線の駅にある簡易改札機マニカ、導入事業者と利用可能エリアは以下の通り、特記ない限りサービス開始の2011年2月11日より利用可能となった。以下は乗り合いの交通機関のみ記載する。相互利用関係他の IC カード乗車券との相互利用については、まず JR 東海の当以下との乗車券機能に、 関する相互利用及び IC 連絡定期券の発売を2012年4月21日に開始した。2013年3月23日には、マニカを含む日本全国の IC 乗車カード10種の相互利用を開始した。その時点では、名古屋臨海高速鉄道、名古屋ガイドウェイバスは、この交通系 IC カード全国相互利用には加わらず、マニカ、 東以下の他には個別に、相互利用を結んだスイカのみ、相互利用を可能としたが、2016年3月12日より、青波線、ゆとりと、ラインも、全国相互利用サービスに対応することとなった。また、同日より、愛知高速交通東部給料線にもマニカが、導入され、同時に交通系、IC カード全国相互利用サービスにも、対応することとなった。 さらに、愛知環状鉄道でも2019年3月2日から、交通系 IC カードの利用が開始された。なお、愛知環状鉄道は、遠いかエリアでの運用である。これにより、マニカエリアで交通系 IC カードに非対応の交通事業者は、東海交通事業場北線のみとなった。2016年4月より、三重交通 IC。 カードシステムエミカの導入に合わせて、三重交通路線バスでも何かを利用可能になった。ただし、三重交通のバスでは、エミカ以外の交通系 IC カードのチャージに非対応のため、残高不足の場合は現金での支払いとなる。ギフバスは独自の IC カード乗車券赤を導入済みだが、システムの違いと、当時は利用者から強い要望がなかったために、 相互利用を見送った。高速名古屋関美野線については、岐阜バス便が赤のみ、名鉄バス便がマニカのみ利用できる形態になっている。なお、2017年9月9日から2021年5月31日までは、岐阜バスの単独運行だったためマニカは利用できなかった。利用者などからは、岐阜バスでのマニカ利用を求める声もあるが、 費用面などから実現には至っていない。下バスや豊か鉄バス、青い交通には、マニカ導入予定はない。マニカでは乗車カードとしての利用に応じて、ポイントを付与する、マイレージサービス、マニカマイレージポイントを採用している。ポイント付与の方法マニカの、ストアードフェアを自動改札機、または、バスの料金箱で利用した場合に、利用金額や、利用回数に応じて、 ポイントを翌月10日に付与する。ポイントのストアードフェアでの利用や自動券売機、自動生産機での利用、電子マネーとしての利用は、何かマイレージポイント付与の対象とならない。ポイントの付与率は、利用事業者によって異なる。また、利用金額、利用回数の積算は、トランパスの時と異なり、利用事業者別に計算する。 ポイントの利用方法をたまったポイントは直接、何かには蓄積されず、センターシステムに記録されたポイントを移し替える作業が必要になる。還元の手続きは、何か対応自動券売機、チャージ機、何か取り扱い窓口にて行う。この作業を行うと、何かにストアードフェアとして蓄積され、電車、バスの運賃として利用可能となる。何かに、 現金チャージとポイントの両方のストアードフェアがある場合、先にポイント分のストアードフェアが消費される。2011年2月利用で同年3月10日に還元にされるべき約6.3億円分ポイントが還元されないまま3月末で執行する可能性が指摘され、その後利用者の還元が相次いだものの結局1100万円分のポイントが執行したと。 報じられた。鉄道での利用の場合、乗車駅で自動改札機のカード読み取り部に何かをタッチし入場情報を記録させる。降車駅で同様に自動改札機のカード読み取り機に何かをタッチする際に運賃が引き去られる。残高が足りない場合にはチャージ機でチャージを行うことができるが、簡易改札機が設置されている駅では、 チャージ機が設置されていない場合がある。名鉄ミュースカイ快速特急、特急の特別車を利用する場合にも、ミューチケットと組み合わせて利用可能。マニカを IC カード対応自動券売機に挿入することにより、ストアードフェアを利用して乗車券類が購入できる。名古屋鉄道のミューチケット、丸乗り1デイフリーキップ等も購入可能。 2021年3月1日より、名古屋市交通局の1日乗車券、地下鉄24時間券や土日エコ切符も購入可能となった。乗り継ぎ割引以下の組み合わせで90分以内に直接乗り継ぎを行い間にかのストアードフェアにより決済を行った場合には、乗り継ぎ後の乗車に対して80円を割引く制度がある。これは、 トランパスで採用された乗り継ぎ割引が引き継がれたものである。乗り継ぎは同一停留所、駅でなくても良いが、タッチのミスでエラーになった場合、改札入場後に窓口で入場記録を取り消した場合などは対象外となる。蒲氷地区の名鉄バスから名鉄蒲氷線へ乗り継いで、吉良吉田駅園へ行く場合は途中で、 マニカ対応奥間を経由するために一度乗車駅、証明書を取った後で、キラ吉田駅の乗り換え改札口を経由することになるが、バスを降りてからキラ吉田駅までの所要時間が90分以内であれば、割引の対象になる。なお遠いか等の他の交通系、IC カードを利用した場合は、乗り継ぎ割引の対象外となる。共同使用駅の取扱いマニカエリアの、 共同使用駅を経由して連続乗車する場合、乗り換え口がある駅、乗り換え口がない駅、直通運転の境界駅で取り扱いが異なる。非対応駅での利用がまごおり線三河戸場駅、がまごおり駅間と広見線明智駅三竹駅間の各駅は、間にか非対応であるが、間にか対応駅と非対応駅との間を乗車する場合は、新加入駅、または、 平吉田駅の中間改札でマニカの生産処理を行うことで実質的にマニカの利用が可能である。なお、これらの駅が発駅または着駅となるマニカ定期券は発行しない。マニカの電子マネー機能については2011年のサービス開始時点から一部の商業施設等でサービスを開始している。名古屋市交通局関連では 駅売り店や地下街など88店舗。名鉄関連では、名鉄百貨店をはじめとする、名鉄グループの商業施設、名鉄駅周辺の名鉄橋商パーキングの一部、愛知県内のココストア、名鉄構内の自動販売機、コインロッカーなどが2011年2月のサービス開始当初から、追って三月から、愛知県内のサークル系及びサンクス、いずれも、 ファミリーマート約1。040店舗と愛知県内のファミリーマート約130店舗でもサービスを開始し、計1400施設規模でスタートしている。その他の大手商業施設等では、2013年3月23日の交通系 IC カード相互利用サービス開始時に使用可能となった施設が多く、2007年よりスイカ電子マネーが 利用可能になっていた、イオングループのほかセブンイレブン、ローソン、デイリー山崎などがこれに該当する。また、愛知県外のサークル系、サンクス、ファミリーマートでもこの時に使用可能となっている。また、2011年4月1日には、ビッグカメラ、名古屋駅西店に導入したほか中京圏を地場とする、ユニーグループでは2013年5月11日より、 マニカやトウイカ、スイカ、イコーカを地域別に順次導入し、同時期に実施の相互利用により九州の交通系電子マネーが利用可能になった。2018年2月より、杉薬局でもマニカをはじめ全国交通系 IC カードが使えるようになった。MIC 発行の記名式マニカには、サービス開始当初から電子マネー利用に対する、 ポイントサービス、名鉄玉、ルンを導入した。これは、マニカ電子マネー加盟店かつ、名鉄玉ルンポイントサービス加盟店で、マニカを使用して、買い物をした場合に一定額ごとに1ポイント付与、される、ポイントサービスで、貯まったポイントは、ウェブサイトで申し込むことにより郵送で到着した、チャージ券を、取扱窓口へ持っていくことで1000ポイント単位で、マニカにチャージできる。 というものであった。2011年4月1日からは、ANA マイルポイントと、名鉄玉、ルンポイントの相互交換が開始された。2014年3月17日より、同年から募集開始した名鉄グループのクレジットカードである、名鉄ミュー、エスカードのショッピングポイントサービスと統合し、サービス名を、ミュースターポイントサービスに変更。 クレジットチャージに対応を始めたほか、名古屋鉄道の主要駅や商業施設に設置されたミュースターステーションで何かへの直接ポイント交換が可能となり、ポイントの有効期限も利用月の翌年度3月末日までから最終ポイント付与日または利用日の翌年同月末日までになった。なお、ミュースターポイントサービスが 利用可能なのは MIC 発行の記名式マニカに限られ名古屋交通開発機構が発行したマニカには記名式であってもミュースターポイントサービスを利用できないまたミュースターポイントサービスを利用するにはミュースター会員登録が必要であるが記名式マニカを準備できた翌日の12時以降でないとミュースター会員登録はできないまた 未登録のマニカで買い物をした分のポイントは後で会員登録した場合もたまらない。両素苗グループ及び岡山高島屋で利用されているポイントサービス、玉、ま、ルンとは関連性はない。2013年1月9日より、ナムサン大学附属小学校でマニカを利用して児童の峠校を保護者の携帯電話にメールで知らせる、名古屋見守り。 タッチというサービスが始まった。福岡市交通局がすでに導入しているサービスに似ているが、名古屋見守りタッチには年間3600円消費税の利用料金がかかる。中京圏の鉄道、バス事業者においては接触型の時期カードシステムであるトランパスや名鉄バスカードが導入されている。また、名古屋ガイドウェイバスでは、 自社カードであるゆとりーとカードが導入されている。名古屋鉄道や名古屋市交通局などのトランパス導入事業者はトランパス IC 協議会を組織し共通利用を前提としてトランパスに代わる新たな IC カード乗車システムの導入の検討を始めた。新システムにはトランパス IC という歌唱が付けられた。 導入目標年次を2010年度までとし、対象検証を SF カード及び定期券とした。名鉄は2007年4月19日に IC カード取扱いの新会社、名鉄 IC カードを設立し、名古屋市交通局も同年6月5日に IC カード事業の運営会社として名古屋交通開発機構を指定した。また、システム構築は、 日立製作所が担当することとなった。2011年現在、対応年数を経過した自動改札機や自動券売機、自動生産機を順次 IC カード対応の機器に更新しているほか IC カード乗車券システム及び IC カードセンターシステムについて旧社、局の参加を予定して共同開発が進められている。2010年3月21日 名古屋市交通局主催のバス開業80周年感謝祭にて IC カード乗車券の体験会が行われた。そして同年4月16日、カードの名称とデザインが決定したことが発表された。何か導入に伴い各種トランパスカード、地下鉄一区ック特別切符。 名鉄バスカード、ユトリートカードは2011年2月10日で新規発行を終了した。その後1年間はトランパス、名鉄バスカード、ユトリートカードとマニカの両方を使うことができたが2012年2月29日にはトランパス、地下鉄一区ック特別切符、名鉄バスカード及びユトリートカードが利用終了となった。また、名古屋市交通局では 時期定期券の発行を終了し、すべて真中定期券として発行することとした。さらに、名古屋鉄道が発行する名古屋市交通局との連絡定期券についても、2011年9月1日以降は、まにか定期券でのみの発売となった。その他に、名古屋鉄道が発行する回数乗車券についても、2012年2月29日をもって、 発売を終了し、現在は、名古屋特割30、名古屋特割2平日、名古屋特割2と休日、特殊回数券を呼び、ガマ線回数切符10、広見線回数切符10が発売されている。ありがとうございます。